ベンガルキツネは、哺乳孔猫目キツネ属に分類される、食肉類。インド、パキスタン南東部、バングラデシュ、ネパール模式標本の産地は、ベンガルだが、コルカタ周辺だと考えられている。体長45から60センチメートル。尾長25から35センチメートル。尾長は、体長の50から60%に達する。 体重オス2.7から3 2ラム、メス1 8ラム以下。背面の毛衣は灰気色や光沢のある灰色。獅子の毛衣は褐色や赤褐色。体色は個体や季節によって変異がある。尾の先端は黒い。鼻面は細長い。目の内側から鼻面の側面にかけて黒い斑紋が入る。次回は長く尖る。 次回の外側は安褐色で外縁が黒い。乳頭の数は6。標高1500メートル以下にある有刺植物や落葉樹からなる、開けた森林や低木林、矢縁、ステップ、半砂漠などに生息し、平坦でやや乾燥した環境を好む。農耕地などの近くで見られることもある。夜行性か、白明白母性。 巣穴は、素質と120から180センチメートルのトンネルで構成され、入り口が1から6個ある。巣穴は、自分で掘るか、共同で巣穴を掘ることもある。低地に生息する個体群は、浸水を避けるために高所に巣穴を掘る。歩行時には尾を引きずり、走行時には尾を水平に持ち上げて移動する。植生は雑食で、主に昆虫を食べるがムカで、サソリ、カニ 爬虫類、鳥類やその卵、小型哺乳類、芽や果実なども食べる。アーンドラプラデーシュ州とカルナータカ州の生態の分67個の調査では、85%に無脊椎動物、46%に哺乳類、34%に消化不良の植物質、33%に果実と種子、16%に鳥、4%に 爬虫類が含まれていたという報告例がある。捕食者としては大陸狼などが挙げられる。繁殖形態は耐性。2から4月に4匹の幼獣を産む。生後4から5ヶ月で巣穴から分散するが、これはモンスーンにより、食物が豊富な時期と一致する。飼育下での寿命は6から8年。毛皮などには商業的価値はないと考えられている。一方で、爪。 皮膚を、を歯などは伝統的に薬になると信じられたりお守りとされることもある。インドではカルナータカ州やタミルナード州などで肉、毛皮、爪目的で猟犬を用いて狩猟されることもある。インドでは工業や農地開発などによる生息地の破壊により生息数が減少し、特にカルナータカ州やタミルナード州では生息数が激減している。 放し飼いにされた犬からの犬ジステンパーなどの感染症の影響も懸念されている。生息地の破壊と感染症などが組み合わさることで地域個体群の絶滅が懸念されている。ありがとうございます。